大会激励スメアドジアに全部ネタバレしてみただけに。サンダーサンダー来ました、スメアドジアに新海誠さん、ありがとうございます、お世話になってます。マジでやばいよ、俺もう君の名と天気の子とかテテ一緒に行ったよな、一緒に行きました、もうそれぐらい大ファンで、俺カップ麺とか持ってくからね早く入った人しかもらわれへんやつとか持ってるんですけど、もう昔から大ファンで、とうとう新しいやつスズメの戸締まり出ましたよね、はい、撮影終わりに話したんですよ、だから MI が明日やったっけに見に行こうとか言っててな、前日に今見に行って、あの今日ネタバレしたいと思います。もうあいつも知りたがってると思う、だから喜ぶと思う、ありがとうって先教えてくれてって、だからサンタとかさ、あの早めに来てくれて嬉しいやんクリスマス前借りとかしてたやんか、まああいつにはクリスマスないような税金払えてない親の元で生まれたゴミカスのような人間やからさ、まあ三日月の映画だけ見せてあげたいよなみたいなやつやん、俺の家族全員見てるということで、こちらの動画見ていただけば不幸中の幸い、決まらないぞとかで出てみましょう、レッツテナガザルの膝蹴り。わっさー、動画をご覧のみんな、ナッシードッグからなんと新作発売です。今回のデザインこちらです、ファットドッグです。お菓子食いすぎて太っちゃってるんですよ、もうね、この腕のねデザインもお菓子柄になっててめちゃめちゃ可愛いです。この可愛さのね、女性もね、バッチリ着れますよ。大人気のカラー4色で、今回は取り揃えております。ナッシードッグ在庫がかなり少ないです。もう毎回ね、メルカリとかね、転売とかすぐされちゃうんでね、皆さんぜひお急ぎください。もうみんなにね、ゲットしてほしいから僕は急いでほしいです。もうこう見てる間に、もう売り切れちゃってる可能性あるんで、皆さんぜひお急ぎください。はい、ほんでね、こちら今僕着てるのはホワイトの 2XL 一番でかいサイズです。はい、サイズ感はもうね、しっかりオーバーに着ていい感じで可愛いです。詳しい内容はコメント欄、概要欄にリンク貼ってますので、そちらから飛んでください。YOU はこれ着てお菓子よ、ペロリンと押しちゃいだ。はい、来ましたー。もうここ着いたってことわかるよね。こちらね、命綱なしで、前に登っていってもらいたいと思います。空手政権。もうなんか、音いて。何してるの君。スメアンソジマに来ました。うん、ここに、これ4人と1人やん。はい、だから言うたら、友達とぼっちやん、はい、これ全員、ここを2個取って全員友達にしたのよ、これで友達7人組にしようよ、なんの方がいいやん、みんな活気余って、よし、じゃあこれでいこう、2枚かけて、はい、ちょっとマジカード止まってる俺リアルちょっと待ってな、見る、ガチやから、まあ、カードあるん、カードあります、あるん、はい、何のカード、普通に俺が開けた財布使ってんやん、そうです、もうずっとどれ、これですね、これ、えこれ、このカード使ってんの、はい、このカードですね、結構いいカード使ってんな、え、うん、これ俺の、じゃあ、その、領収書が出るの、いや、これ、俺のやったの、ちょっと待ってよ、お前汗になって、興奮しすぎ、いや、ちょっと鈴の閉まり始まっちゃうから、で、7スクリーンやから、あ、持て、いや、ちょっと待ってください、じゃあ、喋んなって、マジでお前よ、あぁ、いや、何言ってんすか、ちょ、マジで、何言って、人少ないとしても、人少ないとしても静かにせえ、何見てんだガキ、だからそれは良くないですよ、ほんまに怖いです、これでじゃあ今からスズメの戸締まり見て、ちょ、これじゃあ公開できません、はい、あの最初の5分だけちょっと隠しカメラで回して流すんですけど、それ以上は映画館見に行ってください、これ見てで前事務所呼び出して、でこれネタバレするからもう全部行っちゃうから、はい、あいつは明日行くっつってたんですけど、はい、もう全部行っちゃうからね、はい、行こうか、はい、感動しました、やばかったね、ラストやばかったっすこれほんま、全員見に行ってね、マジでやばいから、え、人類との共存を描かれた、そのほんま、その地球の水ってほんま大事なんやなってすごい思いました、え、アバター、ウィン・オブ・ウォーターぜひ見に行ってくださいまあね、そんな冗談はちょっと置いといて、もうマジで感動した、新海誠さんってさ、あれ知ってる、あの、ジブリのファンやんか、はい、宮崎駿監督のファンやんけど、はい、それが一番感じれたくない、なんかジブリ感あったよな、あ、まあそれは、うん、ちょっと感じました、だからそこちょっとサンプリングしてんやんみたいな感じで、はい、だいぶヒップホップ感じました、みんなぜひ見に行ってくださいじゃあ事務所行こうか、はい、だよね、せーの、サブなの、うん、あと、はい、山ちゃんをがもうじき帰ってくるんで、うんうんうん、まあ、帰ってきた時になんかどういう感じで撮影して山ちゃんお帰りみたいな感じで撮るのかっていう、山ちゃんね、はい、まあでも、岡山のパチンコ屋で目撃情報100件ぐらい、まあ帰ってきましたみたいな動画撮るのか撮らんのか、もうシュレッとやるのか、うんうん、まあそこをちょっと話したかったから、まあ撮った方がいいんじゃん、でも帰ってくるみたいなさ、前置きみたいなのをちょっと
撮りたいなと思って。明日とか無理か。明日お休みなかったっけ。あ、なんか言ってたな、うん、なんか映画見に行くかなんか言ってたっけ。俺明日、そうやね、スズメの戸締まり行くから無理や、友達と。友達、うん、だって俺も毎回凛海さんの楽しみしてるから。新海な、新海さんよ。まあ、凛海さん言うてたよ。もうてかもうやっぱ映画館人多いから、めっちゃえずってたよな。そう、ずらして俺は行く、うん、カンカン、カンカンもちろん、うん、もう人めっちゃ多かった。俺だから初日に行こうと思ったんやけど、うん、人がもう多すぎて無理やった。天気の子2回行ってるから俺。テルテルとな、あ、行きました、ね、毎回行ってるな。行ってますね。全然、あの全然ですね。君の名と天気の子も行ったし、行きました。で、スズメの子も行こうと思ってて。スズメの子じゃないやろ、スズメの戸締まりやろ。あ、そこはちょっとやめて。その俺もちょっと真剣やから、そこに関しては毎年本気で考察とか見ちゃってるから。世界線違うのに、うん、君の名の主人公が天気の子出てきて、どういう世界線が一緒やった。そう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 、世界線が違う、映画が違うのにっていう、うん、俺1回で理解できなかったから。君の名は2回見てな。俺4、5回で、これガチ、君の名は理解できたの4回目ぐらい。これはガチ。何が理解できなかった。え、もう最初の映画館見に行ってもうポカーン、何をや、何がこれ面白いんだ。あ、ポカーンとか言うのやめて。そう、ポケモン捕まえれたんかなと思うから。びっくりしたな、何のポケモン捕まえれたんか。でも出たんだ、それ。え、でも分かれへんかったら聞いてくれたらいけるけどな。スズメがサンバ踊ってる、はい、スズメがサンバサンバ、吹かれてサンバサンバ、スズメがサンバサンバ、風に揺られてサンバ。ちょっと待って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 、え、サンバ、待って待って、うん、え、そう、え、ちょっと待って待って、嘘やろ。え、だからそのお前ちょっと待って待って待ってって待ってって、お前ほんまに言ってる。え、じゃあそのはい、スズメがサンバサンバ、ほどけてサンバサンバ、スズメがサンバサンバ、それで、待て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 って待てって待てって、マジで、もうマジで、え、それでサンバ、ヒロインって言うの、なんて言うの、ヒロ、ヒロイン、うん、まあめっちゃ良かったよな、あれ、あれ良かったサンバやってんな。そうっすね。で、最後サンバ、お前やってる、ちょ、待て待てって、マジそれ以上言うなって思う。スズメがサンバサンバ、風に揺られてサンバ、マジで言ってる、踊っているよ、スズメがサンバ踊ってる、はい、スズメがサンバサンバ、よろけてサンバサンバ、スズメがサンバサンバ、みんなおやすみサンバ。え、お前全部言ってる、もしかして、お前マジで言ってる、それ、え、ほんまに言って、それほんまのやつ、ほんまっす。え、それお前内容、お前それ今お前言ったんちゃうか、本気のやつ、え、見てない、見てないやん、今日見に行ったの、見に行った、え、それだけちょっと理解できへんかった時用に、そう、覚えていってくれたらめっちゃいいと思います。でもそれ全部言ってるやん、またやってる、え、お前マジ言ってる、え、俺それはちょっと冗談、シャリになれへんもん、笑われへん、シャリにはなんないです、だからなってるんで、サンバ言うなって、それじゃ何を言うてんねん、お前ね、マジマジマジって何を言ってるの、当たり前かのように、ほんまのことちゃうな、これマジで、何、え、これお前が今冗談で言ってるだけやろ、え、冗談言っててんやん、ずっと俺あれだろ、行くからって、うん、指さすなよ、カス、そのだから俺が言う条件で、今、え、でも話言うなよ、カスが、でもじゃないやろ、ブラッドウィンプスめっちゃ良かったよな、良かったっすね、終わってるでも言うなって、お前、スズメの戸締まりはあなたの声なあ、あの歌やとな、そんな曲ないやろ、え、ガチでも感動するんで見た方がいいっすよ、てかつ感動するんでじゃないやん、そう、俺だから一発目楽しもうとして、なんで言う、なんで言う、どう、わかんないっす、どついていい、こいつ、そう、俺のせいやろ、今どつかれるん、え、ガチ蹴り倒していい、だからなんでな、ちょっと待って、やば、帰るっすわ、家多分戸締まりしてないっす皆さん、こちらナッシードッグの新作ファットドッグトレーナーですよ、こちら、こちらね、まずね、今見せてるのがホワイトなんですけど、他にもまだこちらの色あります、こちらです、はぁ、こちらブラックですよ、ブラックのトレーナーでね、このカラフルのデザインが映えてます、かなり、ほんでね、他にはこの色もあります、はぁ、こちらスモーキンピンクです、もうね、大人気カラーです、もうね。もうね、もう毎回すぐ売り切れちゃうくらい大人気のスモーキンピンクです。もうね、お菓子としっかり合ってるでしょ、このカラフルの感じと。めちゃくちゃ似合って
ってるっすよね、その色と。ね、これいいでしょう。はい。他にはこちらの色もあります。はぁ、スモーキングリーです。はい、こちらはね、ちょっと落ち着いてる感じの、こちらが派手なカラーに対して、ちょっと落ち着いてて、ちょっとどんな感じで出ると思います。しかもね、十分可愛いんで、女性もね、しっかり着れること間違いないと思います。ほんで、ね、スモーキングリーンとスモーキンピンクはね、もう普段なかなかないカラーで大人気なんで、前回もね、もう好評の好評につく好評やったんでね、今回もね、すぐ売り切れること間違いなしなんで、ぜひお急ぎください。はい、もうね、毎回ね、皆様のおかげでナスティードッグすぐ売り切れになるんで、もう皆さんね、在庫少ないんですけど、そのうちにね、ぜひお急ぎください。もう毎回ね、ナスティードッグ転売とかメルカリとかすぐされちゃうんで、もう皆さんね、ぜひお急ぎください。詳しい内容はコメント欄、概要欄にリンク貼ってますので、そちらから飛んでください。 YOU もこれ着て太っちゃいなー。